両国にある江戸そば細川、店主の細川隆です。今日はかけそばをご紹介いたします。シンガルホース、はいはい、そばを洗う時もシンガルホース使って洗ったらすぐそばより先に水の匂いがしちゃうんで、カルキとか塩素をシンガルホースで取ってそれを使ってます。ちなみにそのおそばになるまでどれぐらい時間かかるんですか？皮むきを全部うちで製粉してるから、前の日に磨きをかけて石を抜いて粒を9種類に分けて、それを1種類ずつ皮むく。その日には無理だけど、剥いたやつをあくる日粉にして、でそばを打つ。つゆは、うん、どういうような割合で作られてますか？醤油は大体俺んちは薄口醤油、この甘汁はとちょっと白醤油入れるけど、水はもう浄水器通したやつ、チンガル入れるのは昆布と干し茸、それを一晩か二晩ぐらい漬けとくといい。昆布と干し茸だけだよな。これ寝かせることによって味って変わってくるんですか？寝かせるっていうか、つゆはこのつゆはもう新しい方がうまい。もり汁はちょっと寝かすけど、これは新しい方が美味しい。以上でできますね。はい、入ります。通常どれぐらいの時間なんですか？15秒ぐらいです。15秒。今度は冷たい水で洗います。でこれをもう一回熱いお湯で切ります。この時に丼をここで温める。完成です。一回茹で上げて洗って、うんうん、もう一回入れるじゃないですか、うん、それは何なんですか？やっぱりそばを締める。そうするとやっぱりコシが出るっていうか、で締めてからもう一回熱いのできる。もうこれはやっぱり冷たい水で洗わないとダメ。茹でて上がったらもうそこからもう伸びていっちゃうからね。シーガの方を使うきっかけになったのはどういう時ですか？一番はね、そばを洗って食べる時に水道水塩素の香りとかねするんでね、それが嫌で浄水器を探して、で前はいろんなの使ってたけど、シーガの方になってからもうずっとシーガの方だ。出すとそのそばの香りが非常に高まります。これおそばとかけそばだから、つゆはお椀よりはちょっと濃いめに作って、そばと絡むようにね。太さによってまたちょっと変わるけどね、太い時はもうちょっと時間かかるけど、このぐらいだったら15秒ぐらい。